私、新人アイドルの四条高音と申します。今後ともよろしくお願いいたします。私はこの世界のことを何も知らぬ若輩者ですので、いろいろとご迷惑をおかけすると思うのですが、自分に何がなせるのかを見つけるためにも、常に全力で物事にぶつかってゆく所存です。あ、もしやこの喋り方が気になられましたか？それはまこと良きことですね。なぜならそれはすでにあなたが私に興味を抱き始めている証拠なのですから。さあ、それでは共に歩んでまいりましょう。あの頂へと。おっと、四条高音くんを選んだか。彼女はミステリアスで妖艶な不思議な雰囲気を持った女性だよ。うん、しかし意外と性格は古風というか高貴というか、あ、説明が難しいな。とにかく会ってくれたまえ。四条くんは近所に桜を見に行くと言って出かけたぞ。迎えに行き、早速活動を始めてくれ。花の色は移りにけりな、いたずらに我が身世に降る眺めす島に、あの、先ほどから私の方を見つめておられたようですが、私に何か用でしょうか？美しいですか？お会いしていきなりそのような言葉を口にされるとは、あなた様は風の噂に聞くナンパ様ですか？違うのですか？ではあなた様は変態ということに？はて、それも違うのですか？私は事務所の皆様から路上で声をかけてくるのはナンパをされる方か変態の方しかいないから気をつけるようにと言われておりましたので。あの、その話しぶりから察すると、あなた様は事務所に縁深きお方なのでしょうか？プロデューサー、あなた様が私の？いえ、そうでもありません。あなた様が私を遠くからご覧になっていた時、私はその視線を心地よく思っておりました。なんというか、その
温かさを感じたからです。そうです。だからその私はあなた様のおっしゃること信じますよ。そうですか。ではプロデューサー殿とお呼びした方がよろしいですか。そうですか。そのようにおっしゃるのであれば、仕事でお会いした時にはプロデューサーとお呼びいたしましょう。よく言われます。昔はとても気にしていて、なんとか直そうとも思ったのですが、これも個性の一つとして私の武器とすることにいたしました。アイドルたるもの、武器は必要ですから。プロデューサー、道中はまだまだ長いのです。おいおい、いろいろとお話しすることになりましょう。それより本日は私もプロデューサーのことをいろいろと見させていただこうと思います。はい、私はプロデューサーが悪しき方とは毛先ほども思いませんが、私を頂点に連れて行ってくださる方なのかどうかはまだ分かりませんので、はい、そうなることを私も心より祈らせていただきます。そう、この桜の花のような美しき日々が私たちのもとに訪れるように。はい、プロデューサー。